はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリフィッシュです。今回お届けしていくのは、田中将大登板戦の最新、の試合ですね。ヤンキース対アストロズの一戦お届けしていきたいと思います。前回田中将大、残念ながらね、7失点ということで、敗戦投手になってますけども、今回はね、ぜひぜひ大活躍して、勝ち投手になってもらいたいというふうに思っています。早速始めていきましょう。敵地、乗り込んでの試合になりますので、ヤンキースの、ね、攻撃からになります。ヤンキースの攻撃はコンピューターにちょっと任せてですね、田中将大の登板に、専念したいと思います。まずは1回の裏、田中将大投球練習からですね、やっていきたいと思います。で、毎回お伝えしてるんですけども、この MLB ザショー2015メジャーリーグのこのゲームでは、実はこの投球練習が非常に重要でして、肩のね、温まり具合みたいなものが設定されていて、マウンドに上がった直後、まあ、リリーフでも同じなんですけど、肩が温まっていないっていう状態になってるんですね。なので、まあ、きっちりこの投球練習はやっておくことをお勧めしたいと思います。で、次に操作方法なんですけども、操作方法、まず球種を丸三角四角×の各ボタンで決めます。で、決めた後もう一回×ボタンを押すとですね、投球のモーションに入るとキャッチャーの上のゲージが今ぐーっと進んでると思うんですけど、これが進んでいきます。で、黄色、赤、まあ、特に赤のエリアでゲージを一回止める、×ボタンをもう一回押すと球威がいいボールがいきます。で、戻ってくるときに黄色い線が出てると思うんですけど、この黄色い線の上で止めるとコントロールもしっかり、されたボールがいくと。で、投球練習をしない、肩を温まっていないっていう状況だと、この黄色い線がね、すごく細い状態、まあ、今もまだ細いんですけど、肩が温まってくるとこれが太くなってきてコントロールをつけやすくなるという仕組みになっています。早速1回の裏、アストロズの攻撃はスプリンガーですね。1番スプリンガーを迎えます。まずはスライダーから。2球目は田中将大のウィニングショット、スプリットですね。第3球は外角の低めにストレートを投げていきたいと思います。そしたら内角の低め、今度は空振りを取りに行くスプリット、いいですね。まずはスプリンガーを空振り三振。で、次はスライダーから入っていきましょう。これはボールですね。で、球種の横に青いゲージがね、ちょっと今早かったので見れなかったかもしれないんですけど、出ています。これはですね、まあ、自信のあるボール、キレのあるボール、球威のあるボールほど青いバロメーターが増えていて、まあ、打たれにくいっていうバロメーターですね。なので同じ球種を続けたりすると逆にこれが短くなったりもするんで、まあ、バランスを取りながら投球を、ね、していく必要があります。このシンカーが外れて2円2。最後はストレート、これも外れましたね。これでフルカウントになりました。で、メジャーリーグだと特に、球数制限がね、結構厳しくあったりしますんで、あんまりボール球を投げられないっていうね、ところもありますんで、できるだけストライク先行、ストライクゾーンで勝負していきたいと思います。これはレフトフライに打ち取って1回の裏、アストロズを0点に抑えました田中将大です。ヤンキース1点先制してくれてますね。さあ4番のガティスを迎えます。
これでのスライダー、ちょっと甘いところに行きましたけど、ファウルボールになりました。そしたら殿下の方とスプリットで空振りを取りに行きたいと思います。いいですね、低めに決まりました。4番ガーティスを空振り三振。そして、クリス・カーター、打率は1割台ですね。ここはきっちりと抑えていきたい。いいですね、2球ストレートで追い込みました。そしたら1球ちょっとボールになってもいいようなスプリット、低めに。おお、ちょっとねコントロール乱れましたけど、いいところに決まってくれました。スプリット、これで3球三振。キャッチャーのマッキャンが外角の高めを要求してますね。これがファールボール。そしたら今度は同じ外角でも外に逃げていくスライダーを。うわー、これは、あー、持ってかれた。スライダー甘く入ってしまいましたね。ホームラン打たれました。打った瞬間手当たりでしたね。完璧な当たりだったな。ちょっと甘く入ってしまいましたね、スライダーが。さあ、気持ち切り替えて、バルビエナを迎えます。まあ、まだねソロホームラン打たれて1点に追いつかれた、同点にされただけですからね、まあ、そういうような気持ちで切り替えていきたいと思います。メジャーでは特にもちろんね完投完封するに越したことはないんですけど、どちらかっていうと、まあ、6回ないし7回をきっちりと、2点3点以内に抑える、そういったねピッチャーが重宝されますんで、田中もね前回、7失点しましたけど、今回はきっちりと抑えてくれると思います。ちなみにそのメジャーではクオリティスタートとかっていう言い方をしていて、7回を3失点以内、6回だったかな、6回を3失点以内っていうのを、まあ、クオリティスタートで、ハイクオリティスタートっていうのが、まあ、7回を2失点。これが一つの目安になってますんで、田中もねハイクオリティスタート7回を2失点っていうのを一つの目標に頑張っていきたいと思います。そして味方がね援護してくれてますね。3点取ってくれてます。さっきホームラン打たれたボールですけどね、スライダーはやっぱり使いやすいんで、と言ってるそばから2出されましたけど、これはファールです。今日はちょっとスライダーが狙われてるっていう感じですかね。これも入るのか、これは、うわ、フェンス直撃ですね。危ない危ない、あわやホームランかっていうね大飛球になりましたけど、今のはちなみにスライダーじゃなくて、スライダー、あーごめんなさい、ストレートです。でランナーを出すとですね、今見てもらったと思うんですけど、ゲージの進みがすごく速くなるので、コントロール球威ともにすごくセンシティブな操作が必要になってきます。エラーが出た。ちょっと良くないですね。これで1番のスプリンガーを迎えてしまいましたんで、うわー、これは連続ヒットだ。2点目を献上してしまいました。1球目ちょっとストライク取りに行ったんですけど、それがレフト前に運ばれてしまいましたね。まあ、オルトゥーベ、ここは2番バッターオルトゥーベを抑えておきたい。いいですね、ストレートで見逃し三振。これで2アウトまで来ました。ごめんなさい、1アウトですね。まだ
ここはゲッツーが欲しいな。このスライダーはいいところに決まりましたね。低めにストーンと落ちるスライダー。今度はスプリットで空振り三振。そして4番ガーティスです。これはバット回ってますね。ストライクです。すごくいいところに決まりました。このファールで追い込みましたよ。ここからですね、最後はスライダー空振り三振。ヒットホームラン打たれてますけど、田中ボール自体は悪くない印象ですね。空振りがきっちり取れてます。さあ4回の裏、田中のこうピッチングですね。初球を打って、ライトフライです。そして先ほどホームランを打たれたコレアですね。あえてさっき打たれたスライダーボール気味に投げて空振り取りましょう。ちょっとボールになりすぎましたね。これはキャッチャーマッキャンが抑えましたね。キャッチャーフライに打ち取ってます。このストレートはいいところに来ましたね。外角あそこに決まってる限りは打たれなそうなんですけど、このファールで追い込みました。カウント平行カウント2&2。最後はスプリットで空振りが欲しい。これはキャッ審判手上がんなかったか。ストライクってね、言ってほしいようなボールでしたけどね。粘られてますね、フルカウントから。最後は思い切ってじゃあストレート内角低め狙っていきたいと思います。サードゴロに打ち取って、この回は0点で田中切り抜けています。さあ点差変わらず1点リードで迎えた5回の裏、田中将大のピッチング見ていきましょう。これもでっかいぞ。大丈夫かと。このヒューストンの球場すごい面白い形してますね。おかげで助かった。もうあと1メーターボールがな、中に入ってきてたらホームランになってましたね。球場の形状に救われた形です。このセーフティーバントはうまくマーキャンがさばいてくれました。そして今日初めてカットボールをマーキャンが要求してますね。実際には田中結構、カットボールね投げたりするんですけど、さあこれで追い込みました。これは入ってるね。
ツーベースヒットですね。さすがにね、足の速いランナーが2塁にいますけど、3盗はないと思いますんで、牽制とかね、あまり気にする必要はなさそうです。一応ちらっと見て、1球外します。そして内角にストレート、どうだ。うわー、セーフかー。ここでクリーンナップを迎えますね。これは一塁ですね。なんとか、この回0点で抑えました。ツーアウトまでね、トントンっていったんですけどね、そこからちょっと。一塁線のツーベースと、あと内野安打ですね、打たれてしまいましたけど、なんとか抑えてます。球数は67球。で、左上の方にですね、ヤンキースとヒューストン、ニューヨークとヒューストンって出てると思うんですけど、その横に3、2って入ってますね。この3、2っていうのが、ヤンキースが3点で、アストロズが2点ということを表しています。で、その横にさらに6で下、矢印が出てると思うんですけど、これが6回の裏っていう意味ですね。で、さらにその横、ダイヤモンドが出てると思うんですけど、これがランナーがいる場合には、ここに、ランナーのマークが出ます。で、今ワンアウト取りましたんで、ダイヤモンドの下に赤い丸が1個ついてると思うんですけど、これがワンアウトという意味です。で、さらにその横、今00って入ってると思うんですけど、今多分ボールになったんで10って入ってると思います。これがカウントですね。ワンボールということを表しています。で、ピッチーズっていうのが田中のまさに今の投球数ですね。72球投げてますよということになっています。これが簡単ですけど、味方の説明になります。これはセカンドゴロですね。おお、このストレート、審判手を挙げてくれないか。このスライダーは甘いボールでしたけど、ファールになってます。うわあ、今のはシンカーですけどね、センター前に運ばれました。さあ、ツーアウトからランナーを背負っていますが、これもストライクじゃないか。ちょっとね、ファーストランナー足速いですからね、ちょっと警戒していきたいと思います。これもレフト前ヒット。6回、ここで一つ大きなピンチを迎えそうです。球数はですね、80球を超えてきてますんで、ここで抑えておかないと変えられてしまう可能性もありますね。最後はストレートで空振り三振に抑えています。さあ、回は7回まで進んでます。ヤンキースがさらに2点追加して、リードが3点に広がってますね。
結構セーフティーバントねしていきますね。バントシフトダッシュもうちょっとねさせたりしてもいいんですけど、やっぱり深めに守って間を抜かれるようなことがないようにしたいなっていうふうに思っちゃうんですよね。そこをやっぱりセーフティーバント狙われると内野安打になってしまうと。さあ田中の90球目になります。ストレートで空振りの三振。この回、このまま0点で抑えればハイクオリティスタートですね。7回を2失点。このスライダーはいいところに決まったな。お、これはスプリット空振りですね。非常にいい感じです。さあ田中8回の裏に入ってきました。球数はこの回100球いくかなというところですね。メジャーだとやっぱ球数90から100ぐらいが一つの目安になってますんで、この回までになるかもしれませんけど、まずはこの回きっちり抑えないといけないですね。さあカウントワンボールツーストライクからスライダー、これはスタンドに入るかな、入りますね、ファールです。取れないか。カウント2エン2からです。スプリットを投げていきます。これはファール。で田中将大シンカー結構このゲーム上では有効なボールだなと思ってるんで、ただそんなにね得意の球種にはなっていないんで、設定上はですね、意表をつくようなタイミングでシンカー投げていったりするといいかなと思います。粘りますね。これでフルカウントになった。まだねフォアボール出してませんからね。粘るな。そんなに切れてないかな。この試合初めてのフォアボール。ノーアウトから出してしまった。ランナーを出すと結構集中してコントロールしていかないと難しくなってしまうんですよね。ただ一塁ランナー走るような気配はなさそうなので、まあバッター勝負でいいかなとは思うんですけど、ただ空振りが取れなくなってきてましたけど、最後はボール球のスライダーで空振り三振。日本にいた頃の田中、まあもちろん今も変わってないと思うんですけど、スタミナはねかなりある方だと思うんで、まだまだ球威がね落ちるようなタイミングにはなっていないと思いますので、これでゲッツ、いいですね。8回の裏も、0点でしのぎました。
さあ、ここで、田中はマウンドを降りましたね。最後までゲームの方を見ていきましょう。そのままヤンキースが5対2で勝利したというゲームになりました。田中は8回を投げて2失点。まあ、いい出来ですね。このね、今日、ちょっと最後の方は、スプリットにしろ、スライダーにしろ、ストレートにしろ、バットに当てられるっていうようなことありましたけど、最終的にはね、11奪三振取ってますからね、空振りも結構取れたんじゃないかな、というふうに思います。というわけで、田中将大のアストロズ戦お届けさせていただきました。いかがでしたでしょうか。MLB ザショー2015。結構ね、操作性とかも、面白かったりするんで、ぜひぜひ興味ある方はプレイをしてみてください。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。最後までご覧いただいた方ありがとうございました。